メインパーソナリティは過去一の猛批判24時間テレビ総合司会三浦浅美アナ再浮上する日テレ電撃退社話三つの理由未だに今年のメインパーソナリティが発表されていない日本テレビの超大型特番24時間テレビ番組には例年以上に厳しい声が殺到しているそんな中 涙の謝罪が大きな話題を呼んだ三浦浅美アナウンサー37には再び挙手に関する話が語られているという8月31日と9月1日に放送される24時間テレビ例年なら4月中にもメインパーソナリティが発表されるが7月半ばになっても発表がない2003年に時代が担当して以降 20年連続で旧ジャニーズタレントが務めてきたメインパーソナリティだが、今年のメインパーソナリティにスタートエンターテイメント所属のタレントが起用されることはないと、多くのメディアで報じられている。最大の理由は昨年、ワーギジになったジャニー北川氏、去年87の課外問題ですよね。そして、今回はメインパーソナリティという名前ではないのかもしれませんが、今回の、 24時間テレビの総合演出が担当している、しゃべくり007や、上田と女が吠える夜などの番組で、日テレへの貢献度が高いクリームシチューの上田晋也さん54の名前が上がっていると聞こえてきていますね。ただ、寄付金の着服問題、さらにその問題を三浦アナが涙ながらに謝罪と説明をしたことが逆効果となり、 番組には例年以上に厳しい声が寄せられてしまっています。制作会社関係者。これまで24時間テレビ、は46年間で総額433億64万3146円を集めたものの、2023年11月に系列局日本海テレビの経営戦略局の局長、懲戒解雇済み。 が売上金など総額1118万2575円を着服していたことが発覚。うち264万6020円が24時間テレビに寄せられた寄付金だったことが明らかになった。この件について三浦アナは6月20日に MC を務める情報番組 ZIP。日本テレビ系で皆様からの信頼を裏切ってしまう行為です。 改めて心よりお詫びいたします、と頭を下げた。さらに、本当に申し訳なく思っていますし、心苦しく思っています、と改めて謝罪し、でも、だからこそ、皆様が作ってくれた24時間テレビを私たちは続けたいです、と、今年も24時間テレビを放送すると説明。放送日と総合司会を三浦アナ、羽鳥リ一、 が担当することが明らかになった。三浦アナは、ジップに続いて同日放送のデーデー日本テレビ系にも生出演。24時間テレビの着服問題について再び謝罪し、大切な寄付金を責任を持ってお届けするため、再発防止策を講じて、信頼の回復に努めてまいります、と話した。 目に涙を浮かべて謝罪と説明をした三浦アナの姿には、一回の女子アナに謝罪させて終わらせるつもり三浦アナが涙を流してまで謝罪することではないだろう今回の件に関係した経営陣べてが表に出て精神誠意謝罪するべきだろう。とりあえず社長が出てくるか、番組やめるかしかないですね。など、 24時間テレビへの厳しい意見が殺到。三浦アナの謝罪と説明によって、24時間テレビにはより冷ややかな目が向けられることになってしまった。三浦アナには同情する声、頑張ってほしいといった声援が多数寄せられましたが、日テレ上層部と24時間テレビにはさらなる批判が寄せられることになりましたね。これまでも偽善などとも言われてきた番組ですが、 今年はすでに猛烈な逆風が吹いており、放送中も例年以上の反発を招くことになりそうです。そんな中、関係者の間では、やっぱり三浦アナは日テレを辞めてしまうのではないかと語られているんです。前室の制作会社関係者。これまで何度か対処説が出た三浦アナだが、日頃から日本テレビへの愛を隠すことはなく、過去には、 代謝を考えたことは一回もないとも公言しているが、三浦アナの日テレ愛、特に24時間テレビ、絵の愛と思い入れは凄まじいものがあるんです。彼女の中では24時間テレビを最も大切にしているように見えると。だからこそ24時間テレビの危機を救いたいと、ジップッとデー,デーデーで。 涙ながらに思いを込めた謝罪と説明をしたとも言われています。もちろん、三浦アナが謝罪の言葉と今年の24時間テレビの放送を番組で報告することを認めたのは局の上層部ですが、彼女は昨年まで10年連続で24時間テレビの総合司会を担当してきましたが、過去には局上層部が成長にもつながるだろうからと、 若手アナウンサーに総合司会を経験してもらおうと検討したと言います。ですがその際、三浦アナはそれを拒み、総合司会ができないならやめますというぐらいの勢いだったそうです。24時間テレビは彼女の中でそれほど大きなものなんです。全土水墨アナは2019年の24時間テレビではチャリティーランナーも務め上げた。ただ、 そんな24時間テレビを愛する三浦アナにとっても昨年10年やり遂げたことは大きな区切りになったはずかなりの達成感があったのではないでしょうかそして11年目の今年はプラスアルファのようなものになるのではと関係者の間では話されています視聴者の信頼を大きく裏切ってしまった24時間テレビを立て直すため 大好きな番組に恩返しをするために10年で卒業するのではなく、今年の24時間テレビに全身全霊を捧げて、最後にするのではないかということですよね。さらに昨年3月に結婚したことも大社話が浮上する理由の一つですね。どう ?2023 年3月、三浦穴は俳優の中村智也37との結婚を発表。 多くの視聴者が二人の結婚を祝福した。夫婦生活もありますし、子供のことも考える年齢でしょう。三浦アナが MC を務める ZIP は午前5時50分からの放送ですから曲入りするのは深夜1から2時。午後7時、8時頃には寝ないといけないですし、どうしても昼夜逆転生活になってしまうわけです。 朝の情報番組を続けるというのは体力的にも本当に大変なことですし、平日は夫婦の時間をしっかり確保することができない。ジップの MC に就任してから3年、その前には朝8時から始まるスッキリ、23年3月終了で17年10月からサブキャスターを埋めていましたから、ほぼ昼夜逆転生活は7年です。かつて、 フジテレビの目覚ましテレビで MC の加藤綾子さん39が本番中に倒れて、後に私、このまま死ぬかもと思っていたと語ったことがありますが、やはり他の担当番組も持つ人気女子アナがずっと早朝の番組をやることは無理がありますよね。水墨アナはもう十分すぎる実績も残しましたし、番組を卒業してフリーに転身するタイミングが迫っているのではないか、 ということですね。前室の制作会社関係者。